こんにちは、アッキーです。世界のエリートが学んでいる MBA 必読書50冊を1冊にまとめてみたについて解説していきます。世界の一流が学んでいる50冊を1冊にまとめてある最高の1冊です。人生が変わるほどのインパクトがあります。世界の一流が学んでいる50冊のうち5冊分解説していきます。最高の5冊です。ブルーオーシャン戦略、ブランド優位の戦略、フロー体験入門、ギブアンドテイク、与える人こそ成功する時代、影響力の武器、それぞれ解説していきます。ブルーオーシャン戦略、100人の釣り人がいて1匹しか魚がいない海のことをレッドオーシャンと言います。一方、釣り人が1人で100匹の魚がいる海のことをブルーオーシャンと言います。簡単に釣ることができます。今の時代ってのは非常に便利です。コンビニがあれば困ることはないです。しかし100年ほど前は存在しなかったです。この30年間でもスマートフォン、ネット通販などが生まれています。世の中の変化は早いです。これから30年後には僕たちが考えられないような市場が生まれていきます。でもそれらの市場は全て最初はブルーオーシャンで生まれていました。どうしたらブルーオーシャンを見つけることができるのか。僕たちはライバルがいるところで勝負するよりもライバルが少ないところで勝負した方が勝ちやすいです。この例を新しい市場を切り開いた QB ハウスを例に説明していきます。あなたが男性であれば月に1回くらい髪の毛を切っているはずです。髪を切るのに何分かかっていますか？1時間とかきっとかかるはずです。めんどくさい、時間ないって思うことないですか？また値段も高いですよね。1時間で3000円から5000円払っている方も多いと思います。 QB ハウスの創業者はこのように考えました。なぜ長時間時間がかかるのか、もっと安くすることはできないのか、疑問に持って起業しました。男性の3割以上が長い、高いといった同じ不満を抱いています。 QB ハウスは短時間で安くするために髪を洗うのをやめて、髪を乾かすのもやめて、セットもやめて、肩もみもやめて、お茶などを出すサービスもやめています。髪のカットのみに特化しています。そのため水回りの工事が不要で安く店を作ることができます。店舗の外には信号機で空き状況が表示されています。予約担当も不要です。料金も1200円です。現在は店舗数は500を超えて成長を続けています。では QB ハウスはどうやってブルーオーシャンを見つけたのか。あなたが今後ブルーオーシャンのチャンスをつかみには、この4つのアクションを考えてください。1つ目が取り除くことです。予約担当をなくしたり、水回り工事をなくすなどです。2つ目が減らすことです。ヘアトリートメントの量を減らしたり、トリートメントの価格を安くすること、また低価格でやるなどです。3つ目が増やすことです。衛生面を良くしたり、待ち時間を短縮したり、ヘアカット時間を短縮してメリットを増やすようにしてください。4つ目が創造するです。 QB ハウスで有名なのがエアウォッシャーシステムです。カット後の髪の毛を空気で吸い取るものです。あなたはレッドオーシャンではなくてブルーオーシャンで勝負した方がいいです。ライバルに勝とうとするのではなく、顧客の立場で何に悩んでいるのか、何を求めているのか考え抜いてください。そして4つのアクション、取り除く、減らす、増やす、想像することをしっかりとやってほしいと思います。続いてブランド優位の戦略。ビジネスにおいてブランドは大事です。エルメスが好きな女性はエルメスだったら買いたくなります。強いブランドっていうのは信頼感が抜群です。安定感もあります。値下げをしなくても売ることができます。ビジネスで成功するにはいかにブランドを作れるかです。ではどうしたらブランドを作ることができるのか、4つの視点が必要です。視点の1つ目が製品としてのブランドです。コーラっていうのはブランドになってます。喉の渇きを癒してくれます。非常に美味しいです。美味しいバニラアイスといえばハーゲンダッツが思い浮かびます。製品をブランドにすることが大事です。視点の2つ目が組織としてのブランドです。製品だけではなくて組織もブランドになっていないといけないです。例えばスキンケア商品のボディショップは単に化粧品を売るのではなく、世の中をより豊かにする、そういった創業者の哲学があります。自然原料だけを使って動物実験もしないです。社員もこの考えを徹底しています。顧客は商品を買えば世の中を豊かにする、そんな活動に参加できるってことです。このように組織や価値観も強いブランドを作る欠かせない要素です。3つ目が人としてのブランドです。ブランドマークの入れ墨を入れる顧客が世界一多いのがハーレー・ダビッドソンです。ハーレーとは自由の象徴、アメリカそのもの、男らしさを表現しています。僕たちは強いブランドをあたかも大切な人間のように感じます。人として感じるほど強いブランドっていうのを作ってください。4つ目がシンボルとしてのブランドです。
コーラの赤だったり、アップルの創業者スティーブ・ジョブズのようにシンボル、象徴もブランドの大事な要素です。製品ブランド、組織ブランド、人ブランド、シンボルブランド、この4つがあるかどうか、何が足りてないかチェックしてください。製品にブランド力があるか、組織がブランドになってるか、個人だったり人がブランドになってるか、シンボル、象徴っていうのはしっかりと確認してほしいと思います。続いてフロー体験入門。僕は朝台本を書き始めると没頭して時間が経っています。レコーディングをしても3時間から4時間がすぐに終わります。すぐ時間が過ぎるほど集中しています。この没頭している状態がフロー体験です。あなたが今より幸せになるにはフロー体験をすることです。お金持ちになれば必ずしも幸せになれるわけではないです。調査によると億万長者と平均的な収入の幸せ度っていうのはそこまで差がないです。収入と幸せっていうのはあまり関係がないってことです。それよりも夢中になれるものを見つける方が幸せになることができます。ではフロー状態になるには何が必要なのか、3つの条件があります。1つ目は具体的な行動を必要とする明確な目標があることです。僕の場合であれば毎日2冊の本を読んで台本を書いて2本の動画をアップする、そういった具体的な行動目標があります。2つ目、行動した結果のフィードバックがすぐに得られてうまくいったかどうかすぐ分かることです。僕は Google のアナリティクスを見ることで結果を毎日見るようにしています。3つ目、自分のスキルレベルと挑戦レベルが高いレベルで釣り合っていることです。台本を書くのもレコーディングをするのも簡単なことではないです。しかしできないほど難しくもないです。やりがいのあることです。一生満足しそうにないですけど、ちょうどいい挑戦をしていると感じています。このように3つの条件が満たされると行動自体が価値あるものになってきます。ドイツでフロー体験の調査がありました。その結果は、多くの本を読んでテレビをほとんど見ない人は最も多くのフロー体験をしていました。一方、本を読まないでよくテレビを見る人は最も少ないフロー体験をしていました。ここからわかることは、本を読むことでフロー体験をしやすいってことです。あなたも勉強に夢中になってください。フローに入ることができれば今よりも成長して人生が確実に幸せになっていきます。続いてギブアンドテイク。与える人こそ成功する時代。人には3種類います。3つのタイプはアップルパイを2人で切り分ける時の行動でわかります。1人目はテイカーです。自分が多めに取る人です。全部俺のものというジャイアンタイプです。2人目はマッチャーです。平等に2等分します。損得を公平に考えるタイプです。3人目はギバーです。相手に多めに与えます。常に相手に与え続けるタイプです。テイカーが一番得をして、ギバーが常に損する、そのように見えるかもしれないです。しかし実は相手の立場で考えるギバーが一番成功します。人は3つの顔を使い分けています。子供に対してはギバーになったり、価格を値切るときはテイカーになったりです。しかし仕事ではどれか1つのスタイルになります。あなたは仕事でギバーになれてますか？僕はギバーの精神で YouTube 図書館をやっています。人のために本を読みたい、人のために台本を書きたい、人のために紹介したい、そのように考えています。あなたがギバーかどうかは他人とどのように接しているか、これで見分けることができます。ちなみにギバーが一番成功すると言いましたけど、一番失敗するのもギバーです。なぜ成功するギバーと成功しないギバーがいるのか、報われるギバーと報われないギバーがいることを必ず理解してください。世の中には余裕がないのにボランティアをする人がいます。自分を犠牲にして与え続けるギバーっていうのは幸せにはなれないです。一方、成功するギバーっていうのは与えるだけではないです。他人の視点で物事を見ます。そして全体のパイを大きくします。みんなで勝つというウィンウィンを目指しています。最後には大きく成功することができます。あなたもギバーになってください。ギバーは幸せです。アメリカで2800人の調査がありました。それによると、ボランティア活動をしている人は人生の満足度が上がって、うつ病もなくなっています。また長生きすることも確認されています。ギバーっていうのは最高です。しかし、注意点があります。ギバーが見返りを得るまでの時間は長いってことです。見返りがない、そう感じるのであれば、あなたはギバーではないです。テイカーやマッチャーの考え方です。見返りではなくて与え続けることです。成功するギバーは与え続けます。全体のパイを拡大します。みんなを幸せにします。最後は影響力の武器です。僕たちは他人の影響を受けます。
ではどんな影響を受けるのか6個解説します。1個目、偏方性。僕たちは相手に借りがあると必ず返すべき、そう思います。デパ地下で試食品を食べると買ってしまう方が多いです。店員と話し込んだ場合ほぼ確実に買います。これが偏方性です。人は相手に借りを作った状態は不快に感じます。そのため返そうとします。あなたが相手に借りを作ると返すべきとなります。一方、あなたが相手に貸しを作ると返ってきます。僕はギバーの考え方が好きです。借りよりも貸しを作る人生を送ってください。2個目、一貫性。僕たちは決めたことを守りたいって思います。しかしこの一貫性をずる賢く悪用する人がいます。例えば車の価格を大幅に安く提示して買う決心をさせます。購入の書類を何枚も記入させて試乗もしてもらいます。顧客はいい買い物をした、そう思い込みます。そしてこう言います。大変申し訳ございません、エアコンの値段を加算し忘れていました。買う決断をした顧客が購入をやめることはほとんどないです。これは営業の専門用語で承諾先取り法と呼ばれます。使っている営業マンも多いです。途中であなたがおかしいと思ったら手遅れになる前に早めに一貫性を放棄してください。3個目、社会的証明。僕たちはみんながやっていることは正しい、そう思います。お笑い番組には実は必ず録音された笑い声が入ります。調査によると笑い声のおかげで視聴者の笑う回数と時間が増えてネタが面白く感じる、そんな効果があります。有名なセールスマンはこう言っています。自分で何を買うか決められる人はたった 5%、 残り 95% は他人の真似をする。ロジカルにあなたが人を説得しても他人の行動には勝てないってことです。例えばこの商品売れています、そういった商品広告はみんなが買っているという社会的証明を使ったものです。4個目、好意。僕たちは好きな人のことをいい人と思ってしまいます。人は相手に好意を持つと頼み事を聞きやすくなります。出身地が同じ、好きな食べ物が同じ、名前が似ているなど似ているところがあると人は好感を持ちます。頼み事も聞きやすくなります。詐欺には気をつけてください。依頼内容と依頼する人を区別して考えてください。他の人がもしこの商品を販売していても買うのかどうか冷静に考えてください。5個目は権威です。僕たちは権威がある人は絶対に正しいと思ってしまいます。弁護士が話す法律の話、医者が認めた健康の話は正しいと思ってしまいます。権威の持つ力は偉大です。相手が権威かどうかを僕たちは肩書き、服装、乗っている車などで判断します。この権威者は本当に専門家なのか、あなたが判断できるようになるにはたった一つしかないです。学び続けることです。学び続けないと権威がある人に騙される可能性があります。6個目、希少性。僕たちは手に入りにくいものはいいものだと思います。限定10個と言われると欲しくなりませんか？多くの人が欲しくなります。それを避けるにはこれを抑えてください。希少なものがいいものとは限らない。これを自覚することです。僕たちがレアなものが欲しいのは実は使いたいからではなく単に所有したい、そういった理由も多いです。限定10個と言われたら本当にこの商品が欲しいのか、限定じゃなくても買いたくなるのか、それを考えるようにしてください。それではまとめいきます。1冊目、ブルーオーシャン戦略。レッドオーシャンで戦うよりもブルーオーシャンを切り開いた方が勝ちやすいです。顧客の立場で考えて何に悩んでいるか、何を求めているか、4つのアクションをしてください。取り除く、減らす、増やす、想像する。これをやることによって新市場を開拓することができます。2冊目、ブランド優位の戦略。強いブランドをあなたが作るには4つの視点が必要です。製品としてブランドを作れるかどうか、組織としてブランドを作れるかどうか、人としてのブランド力があるかどうか、シンボルとしてのブランドがあるかどうかです。3冊目、フロー体験入門。フローの条件には3つあります。具体的な行動、具体的な目標があること、行動した結果のフィードバックがすぐに得られてうまくいったかどうかすぐに分かること、自分のスキルレベルと挑戦のレベルが高いレベルで釣り合っていることです。4冊目はギブアンドテイク。与える人こそ成功する時代。テイカー、マッチャー、ギバー。一番成功するのも一番失敗するのもギバーの人です。報われるギバー、報われないギバーがいます。あなたが報われるためには自己犠牲ではなくて本当に本意で他人のために考えて物事を見て相手に与え続けることです。注意点はギバーが見返りを得るまでの時間が長いことです。見返りがない、そう思ってしまうあなた
方はまだマッチャーとかテイカーの考え方です。最後は影響力の武器、僕たちはどんな影響を受けるか6個あります。偏方性、相手への借りがあると必ず返すべきだと思います。2個目、一貫性、僕たちは決めたことを守りたいって思います。3個目、社会的証明、みんながやっていることは正しいと思います。4個目、好意、僕たちは好きな人のことをいい人と思います。5個目、権威、僕たちは権威がある人は絶対に正しいと思いがちです。6個目、希少性、僕たちは手に入りにくいものはいいものだと思います。世界のエリートが学んでいる本は他にも45冊あります。気になる方はぜひ本も読んでみてください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタン、クリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。